毎度おなじみ土パフォーマンスです。今日は板金塗装のボンドボディに来ております。ゲレンデオールペンの続きをお伝えしたいと思います。前回パーツごとの塗り分けと、あとボディエンジンルームなんかからに塗ってたんで、かなり作業が進んでるんじゃないかなと思います。ちょっと見てみたいと思います。僕もちょっとまだ見てないんで行きましょう。わー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 、めちゃめちゃ作業が進んでおります。お疲れ様です。あ、高橋先輩おはようございます。もうボディは組み上がってフェンダーとかもついてますね。渋い色が、もう なんていうのかな、もうブラバスに行った時を今思い出しました。この天井の黒とで、扉類は全部ついてますね。ドア、トランク、リアゲートで、あとはこの辺のノブなんかも全部ペイントが終わってるみたいです。ちょっと開けて中とかもチラ見させてもらっていいですか。わあ、内装ももうついてるんですね。もう全部、まあ、当たり前ですけど全部ペイントされております。こっちのヒンジなんかも、そしてまああるあるなんですけど、よくオールペンした車なんかだとこういうモールを外すと、ウェザーストリップ外すと色が出てきたりするんですけど、当然その辺も全部分かっちゃわないように全部ペイントされております。でゲレンデ特にこういうやっぱり素地のパーツ多いんで、これ塗るだけでもかなり高級感がやっぱり出ますね。全然車の雰囲気が違って見えます。特にミラーのベースなんかは素地の範囲が大きいんで、まあ、この辺、まあ、オールペンとか全然別にしても、まあ、塗ってあげることで高級感アップするんで、非常におすすめなカスタマイズの一つです。あ、ガラスももちろんですけどくっついております。そしてエンジンルームはさすが、もう自社でさすがって言っちゃうと自画自賛になっちゃいますけど、もう全部内側も、はい、こっちも塗ってありますね。だからもうパッと見探さないと本当に塗ってないとこほぼないと思うんで、もうオールペンなのか限定車なのかわからないレベルで仕上がってると思います。当然ボンネットの裏ももうツヤツヤですね。で肌感というか質感も当然全部合わせて塗ってますんで、その辺もかなり仕上がりはバッチリじゃないでしょうか。あ、運転席は今作業中です。こちらフロントバンパーです。これも全部見えるというか、元色のところは全部黒になってます。チャイさん、これってドアとかってどうするんですか。3人がかりぐらいでこうグイッと持ち上げてつけるんですか。いや、2人ぐらいで。あ、そうなんですか。でもやっぱり人力でこうめちゃめちゃ重たいんですよね、ドアとかって。いや、アルミだから。あ、そうなんですか。で、作業の進捗的には今どんくらいですか。折り返し点来たかなって感じですか。そう。なるほど。で、まだ800馬力化もあるんで、まあ、名古屋店で多分通勤になると思うんですけど、お伝えしたいと思います。そしてもう1台のゲレンデワイドスター進行中でこんな感じです。で、今フロントセクションを重点的にやってるみたいなんで、中でボンネットなんかの作業をしてました。まあ、他の部分はかなり組み上がってるみたいです。そしてこの辺はもう1台のワイドスターと違ってボディ同色ですね。で仕上げてます。取っ手なんかも、はい、こんな感じで、まあ、グロスで仕上げてもよし、サテンで仕上げてもよし、ボディ同色で仕上げてもよし、まあ、どんな感じで見せたいかによって、はい、まあ、いろんな方法がありますんで、まあ、ちょっと触るとかなり違いが出る部分なんで、まあ、非常におすすめなカスタムポイントでございます。ワイドスターやっぱり迫力あってすごいかっこいいところです。で、今回ワイドスター組んで、今これ純正ホイールなんで、ワイドスターでどれだけフェンダーがワイドになったか、これだとかなり分かりやすいかと思います。当然タイヤホイールも交換予定ですんで、まあ、完成お楽しみにっていう感じです。まあ、これをもう新車で、はい、やってるっていうのがまずすごい。白のワイドスターなんですけども、ボンネットだけブラバスじゃなくてトップカーっていう別のロシアのチューナーですね、それのボンネットになるみたいなんで、ちょっとそれも見てみたいと思います。今絶賛塗装が終わって、これ磨きの状態ですかね。はい、磨きの状態みたいです。またちょっとブラバスと違った感じの交換タイプのボンネットになるんですね。なるほど。ちょっとこの辺のダクトとかまたブラバスと違った、そして前側のダクトもこういう小さいタイプで
ブラバスみたいにごっつい感じのじゃなくて、ちょっと純正ライン生かしてちょっとスポーティーな感じのボンネットになってるみたいです。でこちらなんと全部カーボンっていう、裏側見ると分かりますね。なんでかなり軽量化にもつながってるみたいです。これがつくみたいです。あ、これもヘッドライトカバーも、え、これもカーボンなんですね。え、でもこれ塗っちゃうと分かんないですね形は純正と一緒ですよね。あー、なるほど。もう、あ、いやいや、あ、違うんすか。違うんす。あ、そうなんすか。あ、じゃあこの辺のプレスラインがちょっとボンネットとかと合うようになってんすかね。でもパッと見分かんないけどちゃんとカーボンになってて、はい、ものすごくちょっと通なマニアックな部品ですけど、こんなのもつけるみたいです。というわけで今回はゲレンデのオールペン続きをお伝えしました。まあ、ゲレンデ各店本当に人気でかなりの台数入庫してるんで、本当にさまざまな作業をやらせていただいてます。ペイントカスタムからエアロ取り付け、まあ、自己修理まであらゆることができますんで、もう本当に何でもご相談ください。続きはまたお伝えしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。